おす、こんにちは、空手家コウキです。今回はライジンで活躍するあの朝倉兄弟を輩出した空手道全道会の代表であり、人気格闘漫画タフの主人公の父親役で聖子というキャラの元となった方より、子供の武道教育について対談のお話をいただき、その流れで実際に海外で襲われた時に自らの身を守るために使ったという簡単で実践的な護身術を教えていただきました。皆さんどなたか分かりますか？対談の様子は概要欄にある全道会さんのチャンネルでご覧いただけますので、心理学や脳科学をもとに考える子供の武道教育についての対談もぜひご視聴ください。今回の護身術講座は途中ちょっとした危険なハプニングもありましたが、実践の中で生きた技を教えていただきましたので、ぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。今回は全道会出席者の小沢代表に対談のお話をいただき、今回その流れで護身術を一つ教えていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。護身術っていうのはですね、格闘技みたいに用意どんでスタートしませんし、相手が場正面にとは限らないんですね。そういう場合を想定してですね、当然技っていうのはこう自分の前方方向にいる相手に対して力が加えやすい、関節治療が真正面に働きやすいんですけども、実際に現実にはですね、相手が前方方向にいるとは限らないケースもよくあるので、いろんな方向から来る相手にある程度ダメージを与えることができないと護身術にならないということですね。全道会ではすごく呼吸法をすごく重要視しているんですけども、体幹はですね、フィニッシュの時にこう張るか、フィニッシュの時に抜くかっていうようなことが多いんですけども、護身ではフィニッシュの時に張る動きの方が実は多くてですね、格闘技ではフィニッシュの時に実は引っ込める方が抜く方が多いんですけども、今回はそんなわけでですね、サイドにいる相手にですね、ダメージを与える。実戦ではですね、実は拳を使うことよりはですね、手のこう小手とか裏の背頭の方がですね、使うケースが多いですね。これなぜかと言いますと、バレーボールを叩いてみれば分かると思うんですけども、バレーボールを拳で叩くとあちこち飛んでしまうんですね。だから球面体のものがこう綺麗に芯に当たる確率は極めて低くなるので、バレーボールの手のひらでパーンと叩くんですけれども、そんなわけでこう球面体のものを正確に捉えるとですね、だからかなり面が大きいものの方が有効だということでですね、手のひらやですね、手の甲を使うことが多いんですけども、でも拳から練習しているとピンとは覚えてしまうので、拳から練習する必要があるんですけども、そんなことの中でですね、手のひらや甲を使えるようになるとですね、結構サイドに相手にもダメージを与えることができるので、そのことをちょっと実践したいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。では、僕の方が一回体験させていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうですか？小池先生が防寒だとか電子ですね、こっちの方に来るといいんですね。この手の方で今回は当然ここに行きますけど、通常はその顔を狙いますけど、でこのまま行きます。はい、痛いです。すごい衝撃が来ました今。コツはですね、ちょっとこう体の小さな移動が体に伝わるというようなことで打つと、意外な破壊力を持ってですね、しかも当たる面が大きいので、顎全体にゴーンと当たるのができて倒れやすくなってきますね。それをちょっと、ここに斉藤君と言いましてですね、30過ぎから空手を始めた人なんですけども、30過ぎからクローンになりまして頑張ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。42歳です。はい、じゃあちょっと僕の方も少し習いながらやらせていただきたいと思います。はい、小林先生 のビデオ拝見したんですけども、見かけ入れるときに、足を抱え込まない方がいいってお話をしましたよね。あれも全く一緒でですね、これもそのあまり手を曲げない方がいいですね。曲げないままちょっとこうそのお腹を出すようなつもりで思っていってですね、指の先が力まないのがコツなんですね。体重の移動に関しては、体重はですね、ほとんど移動、ほとんど
裏方向に移動するというイメージです。横方向に移動するのではなくて裏方向に移動するというイメージですとですね、はい、かなりそうそう重心を相手にこう伝える形で受けばよろしいですか。そうですね、イメージはお腹が前で肩が裏っていうのをできるだけこう小さくっていうんですかね、小さくすると意外な破壊力だと思います。よろしくお願いします。ちょっとやってみたいと思います。あ、もうそういうの上手だと思って僕は感覚としてはあれですか、ね、ちょっと重心を移しながらこう胸張って背筋側をこう締めるような感じで、そうですね、自然とここに体重が伸びています。主人を構えて打つことがないので、はい、ほとんど無構えからなので、うん、その時は非常に有効な方法だと思うんですね、はい、あもうだから下腹が振り向いてもう一回投げないっていうことになるんですけど、はい、どうでしたか。いや痛かったです。すごくすごい初めてとは思えない衝撃でさすがです。ありがとうございます。ちょっとやらせてもらっていいですか。ありがとうございます。ではお手本をじゃあよろしくお願いします。これはハブリが発生ハブリが、はい、ちょっとハプニングがありまして、下ちょっとビニールシートになりましたが、すみません、先生ありがとうございました。ご了承いただきます。はい、ちょっとハプニングだったんですけども、ちょっと説明させていただきますと、私がフィリピンのマニラを入れる時ですね、いつも物売りがたくさん寄ってくる時があるんですね。でその物売りの一人かなと思ったらいきなりフォードアップされたことがあって、はい、それで今のパターンでガーンとこう引っ張られてですね、で相手も、まあ、倒れてケロになったんですけども、はい、マニラというところはですね、その後警察官に背負っていかれると、はい、金を取られたりですね、警察官がとても信用できないところなので、そのまますぐホテルに帰って、その日は一日ホテルの部屋が出ないようにしました。はい、その時の体験談を、まあ、自分がなんとか身を守れた、はい、その場合がこれ、本番を渡す。あ、すみません、ありがとうございました。実際に襲われた時に矢野は山れず自動で、使って自分の身を守れたという実際の技を教えていただきました、はい、僕の動画で、もし参考になったらこれもしもの時のために道場で1回練習して身につけておいてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。実際に体感すると分かりますが、動画で見ている以上の衝撃があり、顔面にもらったらそりゃ KO されるよねっていう威力が普通の立ち姿から出せるようになるので、ぜひ練習してみてください。また全道会代表の小沢首席師範との対談は動画の概要欄から全道会さんのチャンネルでご覧いただけますので、多くの子どもたちを見てきたことで分かった問題を抱えた子どもとの向き合い方、子どもが空手を学ぶことによる親御さんにとってのメリットなど、ご興味がある方はぜひ一度ご覧ください。次週は今回ご協力いただいた斉藤さんのリクエストで三日月蹴りの蹴り方の解説と斉藤さんにも使えるようになっていただきました。理論および実際の指導風景やビフォーアフターの威力スピードの変化もお見せしますので、ぜひご期待ください。まあ普通に蹴りますみたいな。ミートな感じです。ミートな感じやばいですね。まあ、蹴るときのコツとして力を生み出すときに、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇初高決の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者高決の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。